はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。えー、この動画ではシェイプとパターンの使い方について紹介していきます。 この8つのパターンデザインを用意しましたので、皆さんパターンデザインするときの参考にしていただければと思います。えっと、イラストレーター iPad 版では、このようにですね、リピートグリッドと呼ばれる機能を使って簡単にパターンを作ることができます。例えばこのデザインですね。これがベースの、えっと、シェイプなんですけど、これを選択した状態で、右側のこちらですね。 えっと、リピート機能と呼ばれるボタンを押して、この中のリピートグリッドっていうのを選択します。で、そうするとこんな感じで簡単にですね、えっ、ー、と、連続した模様、パターンを作ることができます。で、このリピートグリッドで作ったパターンなんですけど、えっ、ー、と、選択するとですね、上の方に小さいマークがあるので、それをこのようにですね、ドラッグしていただくと、えっ、ー、と、左右と前後の間隔をですね、こんな感じで、皆さんのお好きなように、 調整すすることができますなので少し開いた感じのねこういう上品な柄が良かったらえ少し空き目にですね調整していただいてこれで書き出ししていただければ大丈夫ですしもっと爪爪にしたいっていう場合であればこのようにですねかなり間隔を狭めていただければと思います。 で、えっと、こういう複雑なですね、いくつものシェイプが重なった、えっと、パターンデザイン、リピートグリッドに関しては、えっと、ここのですね、右側のプロパティパネルっていうところを見てください。で、その下のところに行くとですね、グリッドタイプって呼ばれる項目があります。で、ここをですね、えっと、こうやってスイッチングすると、テレコにするか、きれいに並べるかっていうのをですね、ここで選ぶことができます。 でグリッドタイプを例えば今真ん中に選択しています。でこの下のところにですね。行を反転っていうのがあったりとか、行を反転って押すとこういうふうに中間の部分だけが反転したりとか、あと列を反転っていう項目もあります。でえっとここでえっとこうやってスイッチングするといろんな組み合わせのパターンをね作ることができるのでここで遊んでいただいても全然大丈夫です。 で、えっと、ここ下に行きましょうか。こちらはですね、この、えっと、こういうお花柄のデザインを2つ合わせたリピートグリッドになります。ダブルタッチしていただくと、こんな感じで花1個1個選択することができるので、こうやって位置を調節すると、すべての、えっと、シェイプにもこの位置の、 情報が反映されるので、一個のシェイプを変えるだけで全てに反映されます。なので、本当にね、簡単にシェイプを後から変更することだってできます。で、もっと小さくて細かいパターン柄にしたいときはですね、この、えー、作ったリピートグリッドをですね、このようにもうぐーっと小さくしちゃってください。小さくして、でさらにまたこのリピートグリッドの 枠をですすね広げげてあげますそうするとこんな感じでかなり細かいパターン柄も作れるので細かいのが好きな人はですね是非どんどん細かくやっていただければと思います。でえっと次色を変えるやり方です。えっとダブルタップさっきと同じようにダブルタップしてもらうと一個一個の色もこうやって変えられるんですね。 で例えばこれ今青が選択されてますけど青のところを緑に変えたいなと思ってカラーホイールを動かすだけで全ての色がこんな感じで変更されます。で、これは一個一個同じですね。全部の例えばネイビーのところも赤にしたいなと思ったら全部の色が変わります。なのでこの辺はですね、もう色とかも先に作っちゃって後から変更したりとかもできるのでぜひこの辺はフレキシブルに使っていただければと思います。 で、えっと、こちらのパターン柄に関してはですね、2つのシェイプを合わせています。こんな感じで。で、上に乗っかっている六角形に関しては、描画モードっていうのがソフトライトになっていますね。ソフトライトもプロパティパネルでここで描画モードを変えれるので、こんな感じで位置をちょっとずらすだけで、こういう立体的なポリゴン風のパターンも作ることができます。 はい、ということで、えー、とアイデア次第でたくさんのパターンデザインを作ることができるのでぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいで、えー、と私がこのアプリの使い方を紹介したイラストレーター iPad 版入門ガイドっていうチュートリアル動画も、えー、と Adobe のウェブサイトにありますのでよかったらそちらもご覧くださいでそのページに行っていただけると今回紹介したこのテンプレートですねパターンデザインのテンプレートがダウンロードできるのでぜひそこからダウンロードして使ってみてください、はい、ということで、えー、と今回は以上 ですアミティ先生でした。